宮田和人の宮チャンネルへようこそ。はい、お久しぶりでございました。だいぶ最近全然動画の更新頻度が少なくなっておりますが、ちょっと撮影の方のお仕事、リアルの方のお仕事をたくさんいただいておりましてありがとうございます。リア充をさせていただいております。リア充って言わないのか今で。ですね、ここにもう映っておりますけれども、ニコン Z30 を借りました。で、買ったんじゃねえのかって話ですね。はい。お借りしました。いつもお世話になってるね、カメラマンの先輩、名前はハンドルネーム的な感じなら大丈夫？ヒデゾウさんからね、お借りいたしました。ありがとうございます。で、Z30、僕そんなに調べてなかったというか、APS を最近全然追ってなかったので、例えばいつ出たんだろうなと思いながら、今更なのか今更じゃないのかと思いながらも見てたら、2022年8月5日発売ということで、まだ1年経ってない新しいんですね、 Z30 でございます。で、 APS-C で、まあ、軽くおさらいですよ。はい、知ってるよそんなのって言われますけども、僕が調べてなかったので、へーっていう感じでさらっと流してください。はい、2000トンで88万画素、イソ感が100から5万1200、うん、で高速連射約11、秒間11コマ。これはあれかな、メカニカルシャッターで拡張時ですね。拡張の時は11コマまでいくと、うん、ありがたいです。はい、僕が持ってる Z6 も拡張で秒間14とか15までいってすごい助かってるんですけども、古い体育館を強制的に何でしょう、LED の玉に変えてるところだと、スポーツ大会などは盛大にフリッカーが入ってですね、拡張は全く使えないというところも多々ありまして、現場に入ってね、撮影するときに撮影前に一回拡張でバーって撮ってみて、フリッカーが出るか出ないかっていうことをやる癖がついてしまいました。結構でもね、最初の頃に取り替えた LED はダメなんですけども、中間とか後期ぐらいに変えてたり、あとね、いい玉、LED の玉とかだとフリッカーが出ないんで、バンバン拡張でね、これは11ですけど、僕14とか15でね、プラプラって撮ってね、帰ってきて、セレクトがすごく大変という感じになっております。はい。で、動画撮影、フル HD の1080は 120p まで。をいけます。そして 4K が30と、で重さが405、ちっちゃいですもんね、このサイズですもの。α6300 とか昔僕持ってたんですよ、NEX5R、 それよりももう一回り大きいぐらいですけど、すごいちっちゃい。はい。で、Z7Z6 と同じ画像処理エンジン、 XSpeed6、そしてもちろん Z30 ということで Z マウントということになっております。はい。で、まあ基本的には Vlog 用になっているので、あ、じゃあこっちでいきますか。はい、よいしょよいしょ。はいはいね、電気つけろよって話で、あ、これも外して、これも外して、でこれを軽くひねると OK。 はいね、バリアングルでございます。 Z6-3 はバリアングルになってほしいな。ちなみに今 Z じゃない、 α7、 もういろんな英語出てきてわけがない、 α7-4 で撮ってるんですけども、まあバリアングルで、手元のね iPhone でもモニタリングがねアプリでできるんですけども、なんかここの部屋がいっぱい電波飛んでるのか、接続悪くてすぐ切れちゃうんで、まあすごい遠いんですけど、一応バリアングルでこっちを向かせております。はい。ということで、あ、今ついてるレンズがキットレンズですね、1650の VR 3.5 から6.3、うん、の、キットレンズがついております。はい。で、ホームページに書いてたんですけども、オート、完全オートモードでもう露出補正が可能になったと。あんまりオート使わないから分かんないんですけど、オートにした時って露出補正できなかったですね。はい。でも、オートの時にもうちょっと明るく撮りたいなって言ってね、なんかいじっても明るくなんねえとかっていうよりは、プラスボタン押して、こう、ぐるってやると明るくなるっていうね。これ、いいっすね。はい。
はい、そしてこれ、スモールリグのトライポッドグリップ3070、リモコン ML-L7 セット別売り。最初これお借りした時にパッと見た時にここにね、見えないかアップじゃないから、ここのシルバーのところにねスモールリグって書いてるんですよ。で、ね、スモールリグからもこんな感じの、三脚を出してるんですよ。ここにリモコンがねあって、よいしょ、このリモコンをねこう外して、外せます、はい、こうやってねここリモコンを外してカメラ上に乗っけて、まあ遠くからでも、ロックがボタンかな、うん、あとファンクション 1,2 とか、電源オンオフ、うん、あとはまあいろいろとこうプラスマイナスとかこうついてるんですけども、そう遠隔でね操作できるとで、ああスモールリグの買ったんだと思ってよく見たら、ここの下にねちょっと見えづらいと思うんですけどニコンって書いてて、スモールリグ、ニコンはスモールリグに頼んでニコン純正として発売したんですね。うん、これはすごくいいぞ。買ってはまだ買ってないんですけども、スモールリグのとあとソニー純正でも出てましたよね。なんかこういうパターンのやつ、はい、っていうのを、欲しいものリストに入れておりました。で、スモールリグのこのトライポッドグリップに Z30 乗せるとこんな感じ。で、まあ、Vlog なので、まあ、こういう感じでございますよ。こういう感じでございますよ。いいですね。うん。で、真ん中のやつを押すと向こうを向いて、ここのあの、スモールリグって書いてるボタンがあるんですけども、これを押すと、ひっくり返ると。うん。で、横にね、丸い、ここにボタンがあるんですけども、これでこう、首振ると。うん。いいね。よいしょ。よいしょ、すごくいいですよこれ。いやこれね、ちょっと欲しくてね、本当にさっきも言ったんですけど、欲しいものリストに入っているんですよ。α7-4 とね、つなげれる、スモールリグのが出てるので、実際こうやって手に持って使っちゃうと、欲しいなっていう感じがいたします。はい。であとは、まあ、APS-C の、まあ、キットレンズなので、細かいところを見ていくと言っても、見えるかな、ここのね根元にねファンクションの1と2があって Z6 と同じ感じで、こう持った時にここに、割り当てたりして、こんなちっちゃいのにね、結構なんだろう、かゆいところに手が届くというか、ニコンらしい感じですね。なんすかね、やっぱ慣れの問題だと思うんですけど、やっぱりニコンが落ち着くなっていうところがあって、札幌の運動会にね行く時ももちろん仕事はニコンで行くんですけども、別に、街歩いたりする時にはこの α7-4 をカバンに入れて、2.8、うん、をつけたまんま、まあ、なんとなくスナップとか撮ったりするんですけども、感覚が慣れないせいかまだわちゃわちゃするので、なかなかこう完全に仕事用にまだできてない、なんかちょっと お遊びで使っているっていう、なんかお遊びカメラにしてはもったいないよって言われそうですけども、なんとなくこう仕事はニコン、遊びがソニーみたいになってますけども、このグリップのこのね握る感じもね、なんだろうな、もう慣れちゃってんだろうな、手の形がしっくりくるな、ニコンの方がもうこれ好みの問題ですね。はい、もうすっかりなんかこうニコンになってますけども、もうちょっとねニコンもソニーの真似してね、いろいろとこう動画性能というかオートフォーカス性能とかアップしてくれると良かったりするんですけども、バリアングルはね、Z30、まあ、Z9 とか Z8 のあのなんか複雑なこうグネグネ動くのとはわけ違いますけども、そろそろね、次出る Z6-3 はバリアングルで欲しいなと思います。 Z6-3 が出たら今の Z6 をまあ売って買い替えたいなとかをいろいろ思ってたりもしますけども、 Z6 がねシングルスロットなんですよ。なので無音撮影とか、無音にしなくてもそもそもミラーレスって音ちっちゃいので、ピアノ発表会の時とかに、ね、すごい重宝してるんですけど、シングルスロットがいかんせん なんとなくね全部ダブルスロットなんで、なんとなく気持ち怖いっていうことでね、よいしょ、この回かな、うん、になっております。ということで、まあこまごま説明見てもホームページ見た方が分かりいいと思うので、
ここからは、アルファ7 すいません、アルファ7-4からこれに入れ替えてこっちで、取り直してみたいと思います。はい、ということで、Z30 に切り替えてみました。いかがでしょうか。ですね、キットレンズなので、それと、まあ、APS なので、前使ってたね α7 がフルサイズの 2.8 で、今がね、F5 かなで30分の1ISO化250ぐらいスマホと今ね、あの連携したんですけど、スマートブリッジ、スマートブリッジでしたっけ、ニコンのアプリ、まあ繋がんないんですよ。俺の Z6 も繋がんなくて、で置きピンにしたくて、あのいわゆるこうなんでしょう、フォーカスずっと追ってて周りがこうブワブワするのが嫌いなので、いつもねここに来てから、iPhone で繋いで、ここでピンと合わせてレックボタンを押して AFC とかね、あのなんでしょう、ジョージオートフォーカスはもうオフにして AFS でね、あのフォーカス固定にしてるんですけども、そうなると僕ここからいなくなった時にね合わせるものがなくて、今これをねこの辺に置いてこいつにピンを合わせて、まあ僕がこの辺で喋るとピン合ってるべぐらいの感じで、まあ APS の F5 なんでね、多少あの前上下行ったところでそんなにピンボケはしないと思うんですけれども、いかがでしょうか。結構明るくいい感じに撮れてるんじゃないでしょうか。この後これ撮り終わったらまたちょっとパソコンの方に入れて現場をね見てみたいと思うんですけれども、一応 4K で 4K で撮ってるはず1080じゃないよね、 4K で撮ってるはずですよね。ちょっと一回確かめます。はい、2160/30でした1080で撮ってたらどうしようと思って、みんな 4K で撮ってたんでね、はい、4K の30フレームでお送りしております。はい、で、マイクに関しては、ソニーのピンマイク、それをロード、ワイヤレス GO、ここね、ワイヤレス GO でワイヤレスで飛ばしております。なので音声に関してはさっきと変わんないんじゃないかなと思います。で、でなんですけども、なんと、ヒデゾウさんからですね、ショットガンマイクもなんとレビューとどうぞっていうので置いてって言って言っていただいております。やたらなんか咳込んでおりますけども、ありがとうございます。ということで、まあ別動画にはしますけども、ショットガンマイクの方の、音質音声チェックはね別動画で出したいと思いますけども、 Z30 いかがでしょうか。こっから見る感じでもだいぶ遠いんですけど、3メーターぐらい、35ミリ APS ね、で α7 は50ぐらいで撮ってるので、だいたい距離的にも同じぐらいで、撮っております。 2メートル、2メーター半、3メートルある、2メーターぐらい、2メーター半ぐらいの距離にあるので、全然ね届かないんですけども、ちょっと確認してみようかなということで、ちょっと今までここまでの動画をの Z30 の A をちょっと確認してきてみたいと思います。はい、確認してみました。なんか音声が、あの今 MacBook の M2 Pro で見てたんですけど、ホワン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 、これに反響してんのかな、なんか随分ホワンホワン音が聞こえておりますが、これはね、あの僕のマイクのこっちの、あのせいなので、カメラのせいではございません。APS-C でも綺麗ですね、全然綺麗です、 4K ですし、まあ、ボケ感はどうしてもね、あのレンズと、まあ、APS っていうレンズ、センサーのねサイズのせいもありますけれど、さっき手元を撮ってた、まあ、すぐ横にありますけども、 AX700 は買ったんですけども、ご紹介しておりません。NX80 の、まあ、ちょっとサブというか、おまけでね、ちょっと AX700 も導入したんですけども、AX700 に関しては1インチセンサーなので、センサーに関して言うと、マイクロフォーサーズでもね、動画機として考えるとでかいんですよ。APS-C はね、かなりでかい。あのセンサーサイズということにまあまあなるんですよ。でフルサイズってなると、カメラだとね、まあまあ今こそ普通ですけども、動画機でフルサイズ積んでる業務用のカメラってまず見たことないんで、すごいでかいんですけども、やっぱりあのセンサーがね APS-C というサイズで動画を撮ってるので、感度もねそこそこ落とせますし、
超容易素感度も結構高いので綺麗ですね、はい、すごく使えるカメラだと思います。で、今日はね今雨降ってるのでちょっとできるかどうかわからないんですが Vlog カムということなので天気がいいタイミングでちょっとこれに乗せてこういう状態で、まあ、あと手ブレ補正と、デジタル手ブレ補正全部オンにして、歩いた時にどのくらいのこう、手ブレ補正でこう、ね、歩けるのかっていうテストも、していきたいなと思っています、はい、ので、この後に差し込めるかな。ちょっとね明日もお仕事明後日もお仕事でいつ行けるか分かんないですけども天気とかね見ながらやっていきたいと思います。はい、ということで、手ブレ補正チェックをするのに風結構強いな緑の島に来ました、グレイのライブでおなじみの緑の島でございますが今ねピンマイクつけてますけども風でゴーゴー言って聞きお聞き苦しければ後でアフレコにアテレコにしようかどうしようか考えておりますけれども、現在、電子手ブレ補正と、普通のノーマルの手ブレ補正両方オンでございます。で腕ほぼまっすぐ伸ばして歩いております。どうでしょうか。ね APS-C の、これ16mm なので画角的にどうかなと思うんですけれどももう少し広くてもいいかなやっぱりちょっとねまだ狭いかなっていう感じがいたします。今日はですね午前中ちょっとお仕事で撮影をしてきましてでお昼ぐらいにね、集金行ってで今午後なんですけれども午前中ねすごい天気良かったからこれ結構映えるかなと思ったんですけども、これ逆にしようか。はい、こんな感じで、函館めっちゃ曇ってきました。午前中すっごい天気良かったんですけどねもう函館山が、山頂すっぽりと雲で覆われております。この辺金森ですね。はい、はい、こんな感じでしょうか。しっかり手で持っててもね手ブレ補正のおかげで逆にゆらゆらする場合がありますけどもこれ今 50mm でございます。はい、では手持ちのまま、パンしてって手ブレ補正をずっとオンです。手持ちでございます。曇ってますね。よいしょ、こんな感じで、はい、函館山は雲の中っていう感じでございます。これポールに合っちゃってるかな手前のヨットの。はいはい、でねちょっと手が疲れてきたので、肘をちょっと曲げて撮ってるんですけどもやっぱり APS-C の16だと顔でかいですねおっさんの顔こんなにでかく写っても微妙なのでやっぱり手伸ばしてこのくらい、うん、どうでしょうか。これでもねもうちょい広くてもいいかな。16よりもっと広い広角 Vlog カムで行くんであればもう少し広い画角でもいいかもしれません。はい、こんな感じです。手ブレ補正どうでしょうか。なかなか優秀じゃないですか今、左手ピーンって伸ばした状態で歩いてますけども特にジンバルウォークもせずまっすぐ歩いております。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。はい、こんな感じでこちらも手持ちで歩いております。なかなか上出来ではないでしょうか。手ブレも別に両手で、押さえてるわけでもなく左手で片手でただ持って歩いております。こんな感じですね。だいぶ雑に撮っております。うん、いいですね。 ND フィルターね、これ用のがないのでシャッタースピードがだいぶ上がってますけれども、こんな感じで、綺麗に撮れていると思います。はい、いかがだったでしょうか。Z30 を持ってちょっと緑の島に行ってきました。風強かったんでピンマイクねちょっとゴーゴー言ってたんですけれどもまあまあそれなりに聞けるかなと思ったので後から音声入れずにそのまま使っちゃいました。ほんとねこういう状態こういう状態ですよね。
こういう状態で歩いて、16ミリの状態で、肩ぐらいで疲れてきたので、ここをねグリップにして、よいしょ、こんな感じで取ると顔だけちょっとね、やっぱり16ミリだと狭いのかなと思いました。換算24になるので、まあ皆さんがフルサイズで使ってる24、105、120とかっていうやつの一番広角側で、まあ、撮ってる感じなんですけども、まあ20ミリぐらい換算ね、20ミリぐらいだから、ざっくり13ミリぐらいですか、 APS だと。このね広角側の1ミリってね、ほんとでかいんで、あと3ミリ広ければもうちょっと、バストアップぐらいで、広めに撮れて、おっさんの顔ちっちゃくできるかなっていう感じがしました。 Vlog で売り出した感じがあるので、ニコンさんその辺もう3ミリ頑張ってほしかったっていう感じですけども、まあ24ミリ、あ、換算ね、DX16mm、 まあまあ広い方ですよ、広い方なんですけども、やっぱりこうこれを持ってこう疲れてこうなった時の自撮りだ、そうすると自撮りはこう伸ばさなきゃならないと、結構この軽いとはいえ ずっとこうしてるのはなかなかしんどいなっていう感じでした。ただここの握りはね、すごいしっくりくるし、なんだろう、操作性ももちろん慣れてるので、ニコンらしい、あーいいなーっていう感じがしました。Z30 のこのボディに Z6 かなんか あのフルサイズセンサーが入ったら僕即買いしそうです何のためにっていう感じはしなくもないんですけども、なんかあのちょっとレンタルね貸していただいて使ってるうちに、やっぱちっちゃいのもいいですよね。昔ちっちゃいの持ってたんで、 NEX5R とかね、 NEX5R もっとちっちゃくてもっとコンパクトで、すごいちっちゃい割にはなんかあれ APS-C だったじゃないですか、アルファ、その後アルファ6300とかっていう感じで名前変わって発売されてたのが、そうかな、こういう感じでモニターがせり上がってくるやつ後ろからパカって、当時それこそ十数年前はあの YouTuber さんみんなそれを使ってたっていうぐらいで、ただ熱暴走がひどくて10分とか15分で止まっちゃうんですよ。あの普通に1080、まあ、1080の30しか撮れないんですけど、まあまあまあ、楽しいカメラでした、はい、それもメルカリで売ってしまいましたけども、やっぱりちっちゃいカメラってなんか一つ欲しくなりますよね。今も α7-4 で、やってますけども、どっか行く時にはカバンにね入れたりしてるんですけども、やっぱりミラーレスでちっちゃくなったとはいえ大きいなという感じがするので、このサイズのこのカメラいいなっていう感じがします、はい、こういうね専用のグリップもありますし、うんうん、バリアングルですし、ほんとね、ニコンさん次 Z6 III はバリアングルでお願いしたいな。 Z9、Z8 のこういうなんかグネグネするのじゃなくていいので、本当に本当にこれでいいです。むしろもうこのまんまの Z30 のこのまんまの機構、そのままポン付けでもいいくらい、ね、バリアングルすごい便利なんで、バリアングルにしていただければ嬉しいなと思いながら Z30 使いました。これでね、APS で、制限なしかで1080-120、4K が30か撮れるので十二分じゃないですかね。まあ、ちょっと紹介し忘れてたんですけども、ストラップ通す穴は金属で固定になっているので持っててもカチャカチャしません。こういうのもねちゃんと配慮されております。はい、でマイクも上に2つ、ステレオであって、なんかオプションでちゃんとここにつくモフモフも売ってるそうです。パチってね、そういうとこまで考えられた Vlog カムなので、もっちょい考えましょうニコンさん、そういうとこやでって時々思うのが、まあね、ニコンさんの可愛いところでございますよ。はい、もうちょっと画角広ければな、ね、という感じで、Z30、レンタルしていたださせてもらった、レビューでございました。でね、この後またちょっと別動画になりますけども、マイクも、お借りしているので、マイクはまたちょっとこれとは別に、僕が持ってるマイクともろもろ、まあ、この辺とかとちょっと、比べてやっていきたいなと思います。というわけで Z30 レンタルレビューでございました。それでは。